こちらのですね、一番左の上のところですね、アジェナルコスメというふうに書いたところに絵が描いてあると思うんですけれども、その上のですね、こちらなんですけれども、ちょっとまずどういう文化で簡単にお話しして皆さんの順番にですね見ていただきたいと思います。ですね、アジナルコスゲというのはですね、こういう湿ったところが好きなスゲですね。アゼですから、もともとアゼに入るようなスゲでですね、で漢字で書きますとこういうようなですね、アジナルコスゲというですね、こういう字を書きます。アゼのナルコのスゲですね。で、こちらの草なんですね、ここ皆さんのお足元にですね、ザーザルですね、草なんですけれども、で、こう穂がですね、垂れていて、本当に素敵な草なんですね。で、まるでですね、私はですね、こうたくさん生えている状態を見ましてですね、ウィンドチャイムって皆さんご存知ですか？こう、アデナラコスで見違えり、ウィンドチャイム、音が音が鳴り響くかなと。梅雨浴びてアデナルコスで見違えり、ウィンドチャイム、音が鳴り響くかなと。ここからも話せるんですよね。はい。で、左側はですね、ちょっとだんだん皆さんの近くに近づいてきますけれども、長細いですね、草なんです。少し深い緑色の草ですね。わかりますか？深緑、手前の草です。手前の草。緑向こうで、はい。まあ、ちょうど新旧交代しているところですね。ですね。で、ガマという、こちらはですね、カモジブサの仲間ですね。青カモジブサという草ですね。はい。これは紫でしたけど、ちょっと青っぽい。青カモジブサという草。こちらの方の方がいいですね。はい。はい、ですね、まずですね、今日は次のポイントですけれども、カサスゲという方ですね。カサスゲ。先ほどのウィンドチャイムのですね、アゼナルコスゲと同じカヤツリグサ科というグループですね。仲間ですね。で、カサスゲと塗られてたりしますけれども、それの言うたらカサバンと言いますか、そういうものですね。ですから昔たくさん作られたんですね。雨よけとか日よけに最も良いということですね。で、おまけに目方が軽い、だから持ち運び便利ということでですね、ちょっと旅のお供にスゲの傘というですね、そういうことで使われています。でですね、見てください。カサスゲも今前の葉っぱと新しい葉っぱとが入れ替えている時期なんですね。で、この前の方を見ていただきますと、お水に近い方に茶色い葉っぱが残っています。それまずですね、ここでは毒ダミという草をご紹介します。毒ダミはですね、この野草のパンフレットのですね、この開いていただいたところにお花の写真が載っています。この右から3番目のところですね。で、ですね、ちょっと私上の方上がりますね。説明でごめんなさい、ね、で、ドクダミのですね、観察ポイントですけれども、葉っぱの裏がちょっと赤紫色を帯びるのが一つ特徴ですね。ちょっと、そうですか。ちょっと赤くなってると思うんですよ。ちょっと赤く。ほんのりですけれども。で、もう一つ茎がちょっと光沢を帯びる。大丈夫ですか？よろしいですか？はい。茎が光沢を帯びるということが一つ特徴ですね。金峠の特徴はですね、花びらのところにちょっとピカッと光っているということですね。
で、皆さんのお持ちのですねテキストのこのところですね、パンフレットのこの一番最初のページのところにあの大きなお花の写真が載っておりますですね。で、金工芸はですね、金工芸かという一回やってしまうと2つにパッと裂けますよね。ところがこっち側の人がこうしてこっち側の人がこう縦でこういうふうにするときれいにこう増すというのか、昔あの蚊でこう釣りましたでしょ、部屋でね、あんな風にこうこういうふうにこうピッピッとなるんですよね。意味わかりますか、ね、こんな感じですけどね、こういうここに茎にきれいめ入れてこうやって引っ張るわけですね。そうなんです、茎を、はい、あのこっち側からとこっち側からと2人で引っ張るとこの四角いような四角いようなものができるので、息が合わなければね、裂けてしまわないんですよね。はい、そしたらそれがお部屋に釣る蚊帳釣りの蚊帳みたいになるので、蚊帳釣りるさん、はい、蚊帳釣りるさんと子供の時に釣った方があれば、あればと思ったら大体終わりやね、これ。これ何の花かご存知ですか？いっぱい咲いてますよね。あの今見せてくれる実は一番初め、アゼナルコスゲを、ね、そうそう、はい、見た時に、うん、はい、あのものすごく匂いがしたのでね、あれは何の匂いですかって尋ねられたんですが、あの実はとても近いものを言ってらっしゃる方があって、栗の花の匂いに似てるねっておっしゃったんですけど、これあのロングリなんですね。イチイガシっていうロングリなんですけど、ロングリの花っていうのはね、なかなか皆さんあの見たことない、はい、みんな見たことあるけど、ああ、そうですね、こちらもどうですか、これはね、ラブのいいところ緊張感、ではじゃじゃん、どんぐりのクイズをしたいと思います。まず世界中でどんぐりというのは何種類ぐらいあるでしょうか？50種類それないか、もっとあるんですね。もっとあるんですね。100種類700種類ぐらいそのうち明石公園ではだいたいどれぐらいの種類のどんぐりが見られるでしょうか？30種類。ちょっとこれはね少なかったです。だいたい明石では約10種類ぐらい。細かく言えばもうちょっと分けられるんですが、まあだいたいあの皆さんにのこう散歩道なんかにあるのは10種類ぐらいと思います。ところがこのウバメガシですね。このウバメガシは春花が咲きます、うん、で夏にちっちゃい赤ちゃんのどんぐりできるんですが、その赤ちゃんのどんぐりのまず秋が春が来て、あ冬が来て春が来て、ね、そこからやっと実になるので、まあ、2年、まあ、1年半ぐらいかかる、かかります。で大きくなって2つあるので、まあ一人一人かけられてるんですけど、1年生のものと2年生のものとざっくり分けて2つあります。でこれは2年かけてできますので、今年花が咲いたところの枝にできるのは赤ちゃんのどんぐり で去年花が咲いたところ、だから今年の枝が伸びた、あの去年枝が伸びたところありますよね、その先を見てもらったら今年どんぐりができる赤ちゃんのどんぐりがあるんです。ちょうどこうピンってこうあのおばきゅうみたいな毛が2本かね立っている赤ちゃんがあって、それが今年実になって落ちます。ということで、どんぐりは1年でできるのと2年でできるのがあります。はい、で、どんぐりですね。ここのところ、こう、あのパンツって私たち呼ぶんですけど、パンツを、どんぐりパンツ履いてます、うん。はい、そこのパンツ履いてます。で、まず、こっちの方から、あの、そうですね。で、まずどんぐりが、どこから根が出るか。根っこがまず出るんですが、赤い根っこが出てくるんですが、1番から出るでしょうか、2番から。どんぐりは、私たちパンツって呼んでるんですけれども、しましまパンツ、この一位菓子はこれしましまパンツ、しましまパンツ、はい、それからコナラ、コナラのようなこれ鱗状のつぶつぶパンツ、
それからよくご存知ですよね、くぬぎみたいなこういうもんですね。これくぬぎ、これイガイガパンと一緒にね、秋になったらちょっとこういうのいろいろ紹介して、うん、でその後じゃあ作ってみようかって言って、ね、結構幼稚園の子でもちょっと鳴らして行きます、いい音がします。また作りたいなっておっしゃる方はネックレスを初めて見たな。ちょっと高いですね。あ、なったなったな。ちょっと高いですかね。そうですね。ちょっとね、このぐらいでね。そうですね。半分の1ぐらい開けたら出るんですが、私はもう全部、はい、全部開けています。ということで、どんぶりを。ドロドロするけど、あ、上手にできましたね。はい。この葉っぱの、この先っぽの方、先っぽの方からピリピリと引っ張、破いたら、こんな風にギザギザ。元ですね、こういうような、明石公園のようなですね、こういう、林があるような場所には多くあった木なんですけれども、やはりですね、こういう木が暮らせる場所がだんだん少なくなって、もともとですね、こういうような、明石公園のようなですね、こういう林があるような場所には多くあった木なんですけれども、やはりですね、こういう木が暮らせる場所がだんだん少なく、はい。虫眼鏡を、お貸ししました方はですね、虫眼鏡をですね、それではまた親子ね。またいろいろと話はたくさんありますね。はい、はい、はい、あります。普段気づかないようなこともまた2回目でもいろんなことあると思いますので、秋にちょっとまた考えてます。よろしくお願いします。いっぺんぜひ花で今度は公園の花夏でもいいんです。夏はちょっと暑いから秋、またいい時期を相談させてもらって、ちょうど米線通信に乗りますし、姿勢頼りにも1ヶ月前やったかな、1ヶ月前に乗りますので、はいはい、はいはい。何でこれどないやつやな、これは。まあ人工芝。わらしの輪にも乗ると思います。ああ。なら、ちょうど時間ぐらいになりましたので、なんとか小雨の中、緑も非常に綺麗で、花もちょっとスカスカしてて、今日はどうもお疲れ様でした。また先ほども話ありましたけど、秋ごろよかったらまた参加していただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。また2人の先生、どうもありがとうございました。はい、はい、解散いたします。はい、よろしくお願いします。